自分が一般人を撮影、YouTube に投稿することに関して批判するアンチは多いが、君らは芸能人を見かけたらスマホで撮影するんだろ、著名人は撮影してよくて一般人はダメなの、法律はそうはなってないぞ、むしろ有名人の方がパブリシティ権は強いはずだぞ、逆に俺は有名人の撮影ほど気が引けるけどな、そもそもテレビ番組の天才とか、YouTube 自体著作権法違反の動画ありきで成立してるようなものだよな、その手の動画お前らも見てるんだろ、じゃあ犯罪の片棒担いでるようなもんじゃないの、自分はいいけど人はダメってか、他人の動画を批判する前に自分の行動を客観視してみないか、はいここまでで、アホのアンチの方は反論ありましたらコメント欄で返してください、殴り合いで蹴りつけても構いません、イエーイ。